サッカー日本代表の森保一監督が27日、J1 川崎、新潟戦、ユートドロキを視察後に取材に応じ、10月の26年北中米 W 杯アジア最終予選、10日、サウジアラビア、15日、オーストラリア戦のメンバー招集について言及した。10月3日に発表予定のメンバー選考について、 9月のメンバーを基本にした構成になるかなと思っていますけど、変えることも検討して、またメンバー発表を楽しみにしてもらえたらと思いますと話した。9月はベンチ入りメンバーより4人多い27人を招集した。今回も同様の人数になる見通しといい、26人にするか、27人にするかはこれから決めようかなと思いますけど、 3から4人のバックアップの選手を招集させてもらいたいなと思いますと語った森保ジャパンは欧州組の選手が大半を占める中代表活動時のコンディション調整が鍵を握る指揮官は欧州はだいぶ涼しくなってきて寒くなってきている中で暑いサウジアラビアに行って試合をするというところでは2日間くらいの準備期間では簡単なことにはならない 難しいと覚悟した上で最大の力を発揮できるようにチームとしてコンディションを上げていきたいと見据えた。